皆さんこんにちは。小原流家元の小原ひろきです。いけばなの楽しさをお伝えするビデオレッスン第3回目の始まりです。今日はアリアムを3本、バラを3本使って生けていきます。アリアムの曲がりの面白さを生かすように、そしてバラの花の美しさ、葉の美しさを生かして生けていきましょう。今回はこのような花を生けます。これは森花の直立系という生け方です。森花はこのような水盤と呼ばれる器を使って生けます。水盤とは底が浅く口の大きく広がった器を指します。森花は主枝、副枝、客枝、この3本で骨格を構成します。直立系では主枝、副枝、客枝となっています。第1回目で紹介した立てる形と今回の森花の直立形を並べて見てみましょう。立てる形は種子の伸びやかな姿を見せるために花の差し位置を寄せていけます。それに対して直立形は水盤の中で花が画面的な広がりを持っているように見せるため差し位置を横に広げていけます。それでは実際に生けていきましょう。剣山をこのようにしておきます。こちらが主枝、副枝、客枝の差し位置となります。これらをつなぐと不等辺三角形となるように刺します。主枝の長さは器の直径に高さを足した長さが基準となります。今日はアリアムの曲がりを生かすために少し長めに取ります。線の動きや花の表情をよく見て正面を決めます。次に副枝は主枝の3分の2程度の長さが基準となります。左に30度振って45度傾斜をさせて入れます。客枝の長さは主枝の2分の1程度が目安となります。バラの表情をよく見て方向を決めましょう。右に45度振り60度傾斜をさせて入れます。これで森花直立形の完成です。いけばなで大事なことは花をたくさん入れて豪華に見せることではなく、なるべくシンプルに余白を生かすことで線の動きや花の風情を感じさせることです。そこにいけばながあるだけで何か心がほっとする、気持ちにゆとりが生まれる、花を生ける喜びを感じていただければ幸いです。それではまたお会いいたしましょう。